モーリス・ドナルド・ウィリアムソンはニュージーランド国民党に所属する元政治家でパクランが選挙区選出の大議員議員を務めていた。彼は閣内外で交通、通信、放送、地方自治、科学技術研究、建設、税関、小企業、統計、国土情報など複数の大臣職を歴任した。現在は ロサンゼルス郡サンタモニカでニュージーランド総領事を務めている。ウィリアムソンはオークランドで生まれたが、隣接するワイカト地方のまたまたで学生生活のほとんどを送った。彼はまたまたカレッジ出身である。オークランド大学で計算機科学と応用数学の学位をとって卒業した後、12年間汎用コンピュータで定期航空路のダイヤ作成を行う。 ソフトウェア開発に携わっていた。彼は妻レイ・ウィンと結婚し、三人の養子がいる。またインスティチュート・オブ・ IT ・プロフェッショナルズの名誉フェローである。ウィリアムソンは中道右派の政党、ニュージーランド国民党所属で、1987年、ニュージーランド総選挙以来2017年まで、パクランが選挙区の選出の国会議員だった。通信、放送、交通、 科学技術研究などの各大臣を歴任し、1990年から1996年には厚生副大臣も務めた。また、売買春法律の改正に強く賛成している。2003年7月22日、ウィリアムソンは選挙での敗戦について、国民党党首、ビル・イングリッシュを責め立て、政治に従わなかったとして、党員集会で停職処分を受けた。 イングリッシュからドンブラッシュに投資交代した後、ウィリアムソンの定職処分は解かれた。この後、ウィリアムソンは国民党で積極的に活動し、2008年には党の名簿順位第8位にまで上り詰めた。2008年ニュージーランド総選挙後、国会はハングパーラメントとなり、コンフィデンスサプライを行う3人の協力者を得て、国民党は 少数与党内閣を結成した。ウィリアムソンは党の行為についていたが、道路通行量に関する党の政策で、選挙運動中に失策を重ねていたため、内閣の一員には選ばれなかった。彼は、税関、建設、統計、小企業に関する閣外大臣を務めることになった。在任中の大仕事としては、進行していたリーキーホームズクライシスがあり、問題の膨大さから、 政府も途方に暮れていると認めた。2009年7月には性的不祥事を起こしたとして、ジョン・キー首相がリチャード・ワースの大臣職を解き、その後ワースが議員職を辞するという事件があった。ウィリアムソンはネイサンガが正式に引き継ぐまでワースが務めていた内政、国立図書館、ニュージーランド公文書館担当の各大臣職を代理で務めた。 第50代ニュージーランド議会の選挙後、ウィリアムソンは再び議席を獲得し、国民党による2期目の内閣で大臣職を得た。ウィリアムソンは2008年以来の税関、国土情報、建設の各大臣職を維持したが、悪とニュージーランドとの連立を行うため、小企業担当大臣の職は、ジョン・バンクスに引き継いだ。ジョーグッド・ヒュー、チェスター・バローズ、クリストレ・レメインともに、 閣外大臣の職も務,務め、2014年5月の全閣僚職辞任まで継続した。2014年5月1日、ウィリアムソンは閣僚職を辞任し、当時の首相だったジョン・キーは、捜査について警察と議論するというのは、ウィリアムソン氏の大きな判断ミスだったと述べた。ウィリアムソンの辞任は、国民党へ寄付を行っていたビジネスマンのドンガ・リュウが国内で、 障害事件を起こしたとして、取り調べを受け、取り調べについて彼が警察へ問い合わせをしたとして、隕石したものである。ウィリアムソンは、この件について、捜査の進行に干渉するつもりはなく、リュウがニュージーランドに多額を投資していることから捜査が行われているという話が本当か、確かめたかっただけだったとしている。2016年7月、 ウィリアムソンは2017年の選挙には出馬しないことを表明した。ほぼ同時期にロサンゼルス軍サンタモニカでのニュージーランド総領辞職に任命されたが、補欠選挙を避けるため自身の人気満了を待って赴任した。LGBT の象徴であるレインボーフラッグ。ウィリアムソンは地元での虹を法案通過の吉兆と捉えて演説を行った2013年4月。 ウィリアムソンは同性婚を認める2013年結婚改正法案に賛成票を投じ第3度回の投票に先立ち演説を行った。この演説の中でウィリアムソンは法案反対者からの意見や不安を引用し法案が通過しても非当事者には日常が巡るだけだとしたほか地元で大きな虹がかかったことは何かのお告げではないかと述べたである。演説はすぐに 世界中で話題となった。ウィリアムソンの皮肉的で正直なアプローチも相まって演説はその後数日で数十万回も視聴され、ハフィントンポストやゴーカーなど有名ニュースサイトに取り上げられた。ウィリアムソンはエレンの部屋への出演オファーを受けたが、スケジュールと大臣への賞与規定から断ったと明かしている。ウィリアムソンは後に 首相から出演料を事前事業へ寄付するなら出演しても良いとの許可を得た。ウィリアムソンのスピーチは反対票を投じた政治家や左派的なコメンテーターからも称賛された。このスピーチは2017年11月下旬に竹下渡が同性愛カップルの宮中晩餐会参加へ批判的発言をしたことを機にツイッターを中心に拡散して日本で大きな話題となった。 ありがとうございます。